エアバス A400M。エアバス A400M はヨーロッパの航空機メーカーであるエアバス社の子会社エアバスミリタリー現、エアバスディフェンススペース社が開発した戦術輸送機ある。愛称はアトラス。なお、この愛称が採用される前は非公式な愛称としてクリンスリーが使用されていた。本機は戦術輸送を主な任務とする組用中型輸送機であり。 後翼配置の主翼と T 型尾翼という機体にターボプロップエンジンを4発備え、高部ランプから積み下ろしを行う比較的広い貨物室空間を持ち、12輪の短めの主脚が胴体底部左右のバルジに収納される。これらは戦術輸送機の標準的な構成であるが、戦略輸送任務も想定した大きな搭載量、航続距離を持ち、空中での受油。 給油機能が最初から設計に含まれている点、左右のプロペラの回転方向を逆にしている点などが特徴である。西欧各国における旧型輸送機を代替することを目的として国際共同開発が行われることになったが、度重なる予算の超過と計画の遅れに悩まされた。2013年第1四半期の引き渡しを予定し、2013年8月1日、 フランス空軍に A400M を初めて正式納入したと発表した。A400M 計画の発端は西側欧州各国で使用していたロッキード C-130 やトランザール C-160 といった輸送機の後継機種がやがて必要になると考えられたことにあった。各国が協議した結果、1八十二年にフランスのエロスパシャルイ,イズ イギリスのブリティッシュエアロスペース社、ゲン・バイ・システムズ社、ドイツの MBB 社、ゲン・イーズ・ジャーマニー社が、アメリカ合衆国のロッキード社、ゲン・ロッキード・マーティン社と共に、国際共同開発計画である FIMA、Future International m i r a i t r Lifter、将来国際軍用輸送機を開始した。当初、フィマでは、本計画によって、総数2000機の需要が見込まれるとされ、 1983年には各社間で覚書が交わされて、具体的な共同検討作業が開始された。1984年には、機体案や事業方式、開発費など、計画の基礎が決められた。高翼配置の後退翼を持つ主翼と、T 型尾翼という機体外形の概要が決まり、エンジンと積載量は、ターボファン4発で30トン級の A 案と、 ターボプロップ4発で20から25トン級の B 案の2つが提案され、結局 B 案となった。C-130 や C-160 よりも大きな積載量20から25トン級で、航続距離2000から2500回りと隠され、エンジンは低騒音、低光害、低燃費とされる、新方式のプロップハンの採用が決定した。 1985年のパリ航空省では二重反転式プロペラを備えたプロップ反式の模型が展示された。1987年にイタリアのアイリタリア社とスペインのカーサ社が計画に参加し本計画を推進する機構の名称が FIMA インターナショナルに変更された。1989年に欧州各国は NATO 欧州加盟国向けに特化した。 機体開発が目指されることとなった。欧州5カ国による機体開発組織もユーロフラグ、ユーロフラッグ2回そして機体名称もフラ、フューチャーラージエアクラフト、将来大型航空機に変更された。フラの基本構想はフィマをほぼ踏襲したものとなったものの実用化の目処の立たないクロップファンエンジンの採用はめ民間機が使用するターボファンエンジン4発に変更した。 各社、各国の思惑の違いにより、ユーロフラッグの本格的な設立は遅延したが、1991年6月17日に5社が、当分に出資することで、ようやく合意。翌1992年には、ベルギーのフライブル社、ポルトガルのオグマ社、トルコの大社が参加を決めたことで、計画は8カ国発射体制に拡大した。事業の進展と規模の拡大によって、 効率的な組織運用が求められ、計画全体をエアバス社の参加に置くことが提案された。1994年9月に全社の合意を得て、1995年6月14日に当時のエアバスインダストリー社内に組み置き、専門部門エアバスミリタリーを設立し、ユーロフラッグの事業を引き継ぐことが発表された。エアバス社では、機体名称を民間型機である。 A300 シリーズとは異なるものとして、A400 シリーズを新たに名付け、軍用を意味するミリタリーの M を末尾に加えた A400M を正式名称とした。1997年9月に7カ国は提案要求書を提出した。提案要求書を出した7カ国は、フランス、イギリス、ドイツ、スペイン、ベルギー、ポルトガル、トルコである。イタリアは含まれていない。 エアバスミリタリー部門は1999年1月に分社化されてエアバスミリタリー社となった。当初エアバスミリタリー社の株式は母体であったエアバスインダストリー社が63%をフライブル社、オグマ社、大社が残りを保有することになったが、後にイーズ社がエアバスインダストリー社の100%の株式を保有して3社分の37%もイーズ社へ。 売却したために、エアバスミリタリー社は、イーズ社の100%子会社となった。設立直後のエアバスインダストリー社は、1999年1月29日に、関係国に対して提案書を示した。A400M は、冷戦後の新秩序への対応と、国際貢献などの活動に寄与することが目的となり、冷戦末期に計画された、フラとは大きく異なった機体となった。 欧州域内の輸送能力では平和維持活動や人道援助には不足であり、長大な航続距離と大搭載量を求められた。結果、最大積載量は37トン、積載20トンでの航続距離を3450回りに設定し、機体規模はさらに一回り大型化した。エンジンもターボファンより効率の良いターボプロップエンジン4発のプロペラ機に変更された。 本機に使用するエンジンに関してもターボプロップ式4発と決まった段階から機体と並行して既存エンジンの採用または新たなものの開発の検討が進められた。フッツネクマ社が M88 ターボファンエンジンのコアから開発することや M138 ターボプロップが検討されたが本計画の遅れとともにこれらの選定作業も見直された。 2002年4月にプラットホイットニーカナダ社と欧州の各エンジンメーカーに対して提案要求書が送られた。これに対してドクマトゥウェアロエンジンズ社と A ロールスロイス社、フッツスネクマ社、スペインのインダストリアデターボプロパルザーズ社は連名で合同出資企業ユーロプロップインターナショナルを設立して新エンジンの開発を行うことを提案した。 P&WC 社も提案に対して PW180 を回答し、欧州の企業連合とカナダの P&WC 社との比較審査となった。エアバスミリタリー社では PW180C の方が評価が高かったとされるが、結局2003年5月3日にエンジンとして正式に採用発表されるのはユーロプロップ TP400D6 であった。 作業分担箇所の調整や各国の所要機体数の見直し、機体の要求性能の変更、調整が行われ、1996年5月に実機の開発が開始された。事業は予算上の問題を抱えて開発は遅延した。2000年5月、イギリス空軍が正式発注を行い、これに続いて加盟各国が発注した。2001年10月に、 イタリアが2003年初頭にはポルトガルがプログラムから脱退した。2003年5月23日に加盟各国が購入計画に関しての話し合いを行い、5月30日に合計180機となる購入計画数の確定と正式な生産段階へと本プログラムが進められることが発表されたイタリアは国防削減により計画から撤退。イギリス空軍はアメリカから C-17 をリースし、後に5機の購入を決定するなどで、調達機数は欧州各国で180機に修正された。欧州以外ではマレーシアが4機の購入を決定しており、カナダ軍、ニュージーランド空軍も調達を検討している。南アフリカは8機、チリは3機購入する予定であったが、引き渡しが2018年から2022年と遅く、コストがかかりすぎ。 性能も過剰である等の理由を挙げてそれぞれキャンセルしている。2014年トルコは技術的障害を理由に改善するまで受け取りを拒否していた。各国はアカー共同兵器調達機構を通じて購入することになった。本機体の全体的な外形は戦術軍用輸送機では一般的な公翼配置の主翼に TGB 翼を備え、 胴体下部の左右に膨らむバルジ内に主脚が格納される構成である。機械材質は複合材が用いられている。操縦室には左右二人乗務の操縦席に加えて予備の一人用オブザーバー席がある。操縦系機類は左右に座席計8枚のカラー液晶を用いた MFD によるグラスコックピットに加えて それぞれの正面には折りたたみ式のヘッドアップディスプレイが配置される。操縦操作はサイドスティックによる操縦管と足元のラダーペダルによって行う。サイドスティック式の操縦管はそれぞれの席で窓側についているため左右の席では操作する腕が逆になる。これはサイドスティック方式を採用したエアバス製旅客機全般に共通する特徴である。 胴体内は、機種区画を除くほぼ全体が広く平坦な貨物室に当てられ、大きな後部ランプから積み下ろしが行われる。高さ制限以内であれば後部ランプ部分にも貨物を搭載できる。主翼取付部が天井口を 15cm だけ下げるため、それより後部は 4m の高さまで貨物が搭載できるのに、対して、 主翼取付部とそれより前は高さが3.85メートルに制限される。後部ランプ部分を含めて貨物室の床幅は4メートルある。貨物室内の左右壁面に沿って跳ね上げ式の座席が標準で合計54席分備わっている。ISO20 フィートコンテナなら2個を、ISO40 フィートコンテナなら1個を収容でき、なら最大9枚。 M113 装甲兵員輸送車なら3両をヘリコプターでもローターブレードを外した状態でスーパーリークスやティーガー R-64D なら2機を AS532EC725 クーガー NH90 ならば1機を搭載して輸送できる最低速度125キロトンで地上スレスレを飛行しながら貨物室の工具ランプを開き 低高度パラシュート抽出システムによって、貨物等を空中投下することも可能である。最大ペイロードは C-130 の2倍ほどの37トンであり、21世紀現在では50トンから60トン以上にもなる主力戦車は空輸できないが、早期式走行兵員輸送車や早期式、不評戦闘車を一両と装備品、または、 ランドローバー程度の軽車両を2両に加えて54名の兵員などを1機で輸送可能なため、提供移動紛争や平和維持活動のような展開要求に対して迅速な空輸能力が提供できるといえる。輸送機以外にも空中給油機や電子戦機といった特殊任務への派生も可能としている。操縦系統もフライバイワイヤーと最新の旅客機並みである。 プローブドローング方式での空中給油が可能である。主翼仮面に接する位置に取り付けられている4機のエンジンはターボプロップ式のユーロプロップインターナショナル製の TP400D6 である。TP400 は A400M 用に新規開発された西側ではかつて内大出力7457から9 6 9 4ットのターボプロップエンジンである。 初稼働は2006年4月であった。このエンジンは、本来、定格災害出力は 9649kW であるが、離陸時災害出力を 8203kW、11000A バリーキ相当に下げて使用することで、エンジンの負担を軽減している。エンジン制御は、ファデックによって行われている。プロペラは、複合材料でできたラティエフィジャック。 ハミルトンスタンダード社製の FH386 である。ジェット輸送機に迫る高速飛行を達成するには、プロペラが高速で回転する必要がある。プロペラの回転数は、離陸時に 842rpm とされており、マッハ0.68で巡航中には、直径 5.34m のプロペラ先端の収束が秒速 290m になる。 音速が1気圧の標準大気中では340メートル毎秒程度であるので、これより少しだけ高速回転させると翼端部が音速を超えてしまい、駆動エネルギーが衝撃波などに消費され騒音源ともなる。プロペラ先端の音速声をできるだけ遅らせるために、プロペラブレードにはスキュー、交代格がついている。八枚のプロペラブレードを支えるハブにはピッチ可変機構が備わり、 リバース状態を含めて最適なピッチに随時変更できる。プロペラをリバースピッチにすると機体はシャド2度までの坂道を後退することも可能である。プロペラの回転方向は機体正面から見て1番と3番が半時計回り、2番と4番が時計回りに回転することでエンジンのトルク反力を相殺し主翼への荷重負担を軽減しながら4%の 効率向上と騒音低下を図り、垂直安定版で17%、水平安定版で12%の小型化を果たしたとされる。当初の予定では、1機あたりの価格は1億ユーロで、2009年10月に量産機の納入が開始され、2010年から配備が開始されることになっていたが、新設計のエンジンを、はじめ多くの最新技術を取り入れたため、 最大12トンの重量超過、4年近いスケジュールの遅れ、大幅なコスト上昇の問題が生じている。初号機は2008年6月にロールアウトし、2009年12月11日にスペインのサンパブロ工場において3時間50分の初飛行を実施した。バラスト水2トンや試験機材など15トン分を搭載して、初飛行時から、 最大離陸重量の93%である127トンの離陸重量で10時15分から14時2分までの3時間47分の飛行を行った。ロールアウトから初飛行まで時間がかかったのはエンジン制御用ソフトウェアの開発に問題が生じたためだとされる。2010年初頭には重量超過問題及びスケジュールの遅延に伴い、 約90億ユーロの予算オーバーが生じるとして、イーズ、エアバス親会社と発注者である、欧州7カ国が協議し、欧州7カ国は、総額35億ユーロ、20億ユーロのコストアップ、承認及び15億ユーロの条件付け融資の支援を行うこととなった。2011年に、イーズは、量産機4機が2013年にフランスとトルコに、マズキ、 渡される予定であることを発表した。ドイツ、イギリス、マレーシアへの引き渡しは翌年以降とされた。その後10年間にわたる4万人近い労働と5000飛行時間以上のテスト飛行の成果として2013年8月1日、フランスへ量産初号機がまた同2号機を2014年1月22日、納入した。続いてトルコも 機体完成後若干受け入れを引き伸ばしたものの、2014年4月4日に、スペインセビリアの工場で、同3号機を受領した。2014年12月18日段階で、フランス空軍に6機、トルコ空軍に1機、イギリス空軍に1機、ドイツ空軍に1機納入され、フランスでは、セルバル作戦に投入されるなど、徐々に実戦化されているものの、ドイツが、 国防予算削減により当初60機を40機まで減らす方針に変える。ドイツの他にもイギリスとトルコも遅延の影響を受け、開発、生産の遅延のほか、性能が目標に達していなかったり、複数の発注国の国防予算削減による奇数減などの問題も抱え、未だ状況は安定していない。 NATO 加盟国保有の A400M に関係する近況として、ドイツ空軍は2014年6月26日、2019年までに、経年化したトランザール輸送機と交代する形で合計40機の配備を予定していると発表した。イギリス軍広報部は2015年内に、初期作戦能力獲得を目指している A400M、A アトラス輸送機が2015年3月3日に初めての実任務輸送としてティプロスへ飛んだと発表した。発表によるとティプロスのイギリス空軍アクロティリ基地に飛行したのはイギリス空軍が2014年末に受領した A400M の1号機シテオブブリストルだという。2015年3月17日アバス DS は マレーシアランカウイ島で行われていた航空ショーの会場を利用し、マレーシア空軍に A400M 初号機を引き渡したと発表した。プログラムに最初から参加していたローン地国以外の国への引き渡しは、マレーシア軍が初めてとなる。2017年時点でも機体広報の乱気流が大きく、落下産兵が空中衝突する。 可能性があるため機体側部ドア療法から同時に降下できないなどの問題を抱える。加えてヘリコプターへの空中給油能力が未完成のため、フランス空軍は空中給油能力を備えた C-130J の導入に踏み切り、場合によっては追加調達するともしている。生産は各社が特定の部位を受け持ち、スペインのイーズ・カーサー。 セビリア工場で最終組み立てを行う。主要な生産担当部位は以下である。2015年5月9日、トルコ空軍に引き渡される予定だった試験飛行機が、スペインのセビリアから離陸した直後墜落し、登場していた社員4人が死亡した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。